山選手がうまく抑えました。片山右京のタイヤの様子を見ているとタイヤがもう限界に達している車が滑り出しているのが分かります。この日本グランプリ、この辺から雨がポツポツと落ち始め、片山右京選手スリックで行けるだけ行ってレインを交換しようと悩んでいるところじゃないかと思います。さあ難しいデッカー、片山選手今コンサート仕掛かりましたね。雨は降ってくる、タイヤは消耗している、そして後ろから先輩を追ってくる。片山選手限界のライビングがここからも見てくれます。さあ今もテールを受けました。さあ杉山選手のフットワークはプログラムシフトというシフトの方式を採用しています。今ボタンを押したのが3速まで落とす装置です。今片山選手のテールはテールを振りましたけれど、もう本当にタイヤは限界のようですね。鈴木あぐり、片山右京とも鈴鹿は知り尽くしているだけに抜き方が非常に難しいところ、ストレートスピードもこのキレルとフットワーク、ヤマハ V10 と無限 V10 の戦いですがほとんど変わらず抜きにくいところですね。さあスリップを利用してうまく抜いた、白熱してながらも非常にクリーンなバトルでした。